ダイソーのマカロンケース用パーツでマカロンポーチを作ってみました。このように手のひらサイズの小さなポーチです。こちらはキーホルダーをつけています。小さなポーチなのではぎれでできます。細かめの花柄などが可愛いのでおすすめです。材料はこちらです。表布2枚と裏側の布が2枚、キルト芯をこちらのサイズに切り取ります。こちらは同じサイズで厚紙です。リボンと12センチファスナー、今回はこちらのマカロンケース用のパーツを使います。4個入りでダイソーで売っていますが2個使います。表と裏の端から5ミリのところを粗く塗って絞れるようにします。手縫いでもいいですし、ミシンでも大丈夫です。今回はミシンを使う方法を紹介します。目盛りを3ミリくらいにして端から5ミリをぐるりと縫います。最後のところですが、さっき縫った少し上を5ミリぐらい重ねます。裏から見るとこんな感じで少し重なるようにします。10センチぐらい残して切り取ります。これを4枚とも同じように縫います。表布から作っていきます。キルト芯を置いて、このマカロン用のパーツを乗せます。さっき塗った表側の糸をこのように2本持って引くと縮まります。手縫いの場合も同じように縮めます。表が丸くなるように縮めて、ミシンの場合はこの下糸と一緒に結んでおきます。締めてもう一回結びます。これをもう一枚の表布も同じように縫います。裏布も裏側にまずキルト芯を乗せて、厚紙を乗せて縮めます。表も裏もこのように絞りました。この時にしっかり絞っておくと周りが丸くなってきれいに仕上がります。ファスナーを縫っていきます。まず最初に表側に出来上がり線の印をつけておくと仕上がりがきれいになります。ファスナーのところから5ミリくらいのところに線を引きます。よく見るとだいたいファスナーには横にラインが入っているので、この間くらい、ここのあたりに線を引きます。リボンを半分に折って、この留めの内側に
このように仮縫いしておきます。ここは手縫いでもミシンでもどちらでも良いです。ファスナーのなるべく端に縫い付けます。端を合わせて縫います。留め具から5ミリぐらい外側を縫います。手縫いの方が縫いやすいと思います。今回はミシンで縫う方法を紹介します。ミシン糸はファスナーと同じ色に変えます。まず半分合わせて真ん中のところまで縫います。真ん中まで来たらもう一方を寄せて手でミシンを回してこちら側に合わせます。返し縫いで縫います。このように縫いつなぎました。ここからは手縫いで作っていきます。ファスナーはちょっと開いた方が縫いやすいので開きます。この縫い目のところから反対側のところまでファスナーの端を粗く縫います。端は返し縫いをして縫い始めます。なるべく端の方を縫います。返し縫いをしてここからファスナーの端を5ミリから7ミリぐらい、大体でいいですが、細かい目で縫っていきます。ここを細かい目で縫うことで仕上がりが綺麗になります。表に出ない部分なので、2、3ミリの細かい目でなくても良いです。大体5ミリから7ミリくらい。反対側まで縫います。この端のとこまで縫って針を出します。少し緩めにこのようにギャザーを寄せて表側をはめ込みます。裏から見るとこんな感じです。だいたいこのように綺麗に合う長さにしたら一度端で玉留めしておきます。糸に余裕があるときは切らずにそのまま次の工程に移ります。内側から針を入れて、さっきつけた線の少し下に出します。ここから1センチごとくらいに、このようにかがるように縫っていきます。下から入れて線の少し下をこのように縫っていきます。端まで縫ったら、このファスナーの端を少し開くようにして縫い留めておきます。
こんな感じです。これで玉留めしておきます。これを表に返します。このように縫えているので裏から針を出してこの線に沿って縫い留めていきます。この字に縫い留めます。縫い始めはどこからでも良いです。裏側から表布の端に出してこの字に閉じていきます。さっき引いた線の少し外側を5ミリぐらいすくってこちらの上の生地の端をこちらも小さめにすくいます。一周縫ったら向こう側に出して裏で玉留めをしておきます。反対側も同じように縫います。まずファスナーの端を粗く縫います。端まで縫ったら少し寄せてもう一個の表側を入れます。裏から見たらこんな感じです。ちょっと引っ張ってサイズが決まったら玉留めをします。かかるようにして一周縫います。線の少し下に出して、このファスナーの端まで縫ったらこちら側も同じように少し開くようにして縫い留めておきます。2、3回縫って玉留めします。ここまで縫ってまだ糸が余っている時は切らずにそのまま表側から縫っても良いです。裏から出してこの字に閉じていきます。一周縫ったら裏で玉留めをしておきます。
最初に作ったこの内側を手芸用ボンドで貼り付けたら出来上がりです。縫った方が良いのかもしれませんが、ボンドでも十分についたので今回はボンドを使います。乾くまでは閉じないようにします。キーホルダーをつけるときは、こちらはセリアで買ったキーホルダーパーツです。リボンをつけて縫って、ここに通します。